フラタニティとソロリティ。フラタニティとソロリティは、それぞれラテン語の兄弟及び姉妹を表すフレイターとソーアに由来する言葉であり、ライオンズクラブ、イプシロン・シグマ・アルファ、国際ロータリー、東方制度騎士団やフリーメイソン不随の組織であるシュライナーなど、多くの社交団体や慈善団体を指す場合に使われる単語である。しかし、 アメリカ合衆国やカナダなど北米において、フラタニティとソロリティは、大学、大学院など高等教育の男子寮、女子寮あるいは、学生のための社交団体を表す用語として最もよく知られてる。日本語では、男子、女子社交クラブ、男子、女子学生友愛クラブなどと訳されることがある。高語で、フラットと短縮される、フラタニティという言葉は、 一般にすべて男性あるいは性別を問わないクラブを指す。それに対し女性のみで構成されるクラブをソロリティと呼び、1874年に初めて使用された。ソロリティという信号はガンマファイベータで設けられた、秘密修道除会アルファデルタパイ、1870年結成のカッパアルファシータ、1872年結成のアルファファイなどはその例である。また、 特に北アメリカ以外のフラタニティとソロリティは、スチューデントコーポレーション、アカデミックコーポレーション、または単にコーポレーションなどと称される。アカシア、パンソフィック、ファームハウス、トライアングルなどごく少数の例外を除き、北、アメリカにおける各、フラタニティとソロリティの名称は、一般的には一文字から三文字のギリシア文字から成り立つ。このため、フラタニティとソロリティはまとめて、 グリークシステムとして知られ、クラブのメンバーはグリークスと呼ばれる。こうしたギリシア文字の使用は名称を隠すためにギリシア文字を使った最初のクラブであるファイ・ベータ・カッパが使用し始めた。北アメリカ以外ではこうした大学のフラタニティのようなクラブは稀である。しかしフラタニティのような積極的に活動する団体を結成している国々にはオランダ、 フランデレン、ベルギー、ドイツなどが挙げられるほか、フィリピンもフラタニティやソロリティのシステムを大きく取り入れている国の一つである。フラタニティ、ソロリティには様々な種類があり、社交、奉仕、職業、名誉上のものがある。これらの中で最もよく認識される形態は社交フラタニティである。この社交フラタニティの多くは元来、 地域奉仕活動や健全な学習、リーダーシップ性といった行動理念への献身に基づき作られたものである。しかし、クラブの生活で度を超えるアルコールの常用があるなどと、するステレオタイプが進展していることに応え、今日一部のフラタニティでは種類を禁じている。数多くのフラタニティやソロリティは、個々の学校に支部を置く、全国組織である。組織は会員、住まい、 貧困を注視する特定の式たりや方針を標準化するため、各々の支部にある必要条件を課すことがよくある。こうした方針は、一般的には、全国大会で改正される法令や規則に成分化される。全国組織のフラタニティ及びソロリティの会員は、同じ組織の他の支部を訪れた際に、一定の権限を享受することが許される。他のクラブは、 地方組織とされ、全国組織のフラタニティには属さない。地方、フラタニティ、ソロリティは彼ら独自の決まりや内規を設けることが可能であり、全国組織のクラブへの経済的寄与は必要ない。しかし、地方クラブは宿泊棟の購入や改修工事へのローン組など、全国組織のクラブが通例を行う公益業務には権利を持たない。ほとんどのフラタニティは、 非常に象徴的で秘密が厳守されたしきたりのシステムを事実上続けている。ソロリティとフラタニティ双方のしきたりに見られるいくつかの暗号や身振りは共通の系統を打つという指摘があるが、多くはフリーメイソンの儀式から派生したものとされる。他のフラタニティの秘密にはパスワード、歌、握手の仕方、機関紙や入会の儀式などが含まれる。当初は、 活動的なメンバーであってもお互いに会うことは、控えることとされ、全体としても、支部の正式な承認がなければ、会員同士の接触も検討されなかった。しかし、1834年創立のデルタユプシロンと1914年創立のアルファカッパラムダの二つのように、秘密ではない団体として設立されたものある。フラタニテおよびソロリティが名付けたキリシア文字からなる。 通称には秘密の意味があり、各クラブの創始メンバーのみがその意味を知っている。全国クラブから離脱したクラブには選んだギリシア文字が以前の名称から関連して派生したものもよくある。例えば、ファイタウは以前、ファイシグマカッパのタウシブであり、従って同クラブはその名称に何ら特別な秘密の意味も残していない。 他の多くの大学生組織の中では大変、珍しいが、社交フラタニティ、ソロリティのメンバーの多くは、広い住居や複合アパートで一緒に暮らしている。これは二つの目的に役立つためである。まず、メンバー同士を、兄弟、姉妹と呼び合って、お互いの固い結束を強調するためである。さらに、住居は、クラブのイベントや、運営の中心的な場所としてかなっていることが、 挙げられる。このような住宅を伴う境遇から、各々の学校にある各クラブ自体が宿舎として認識される。職業、学問及び名誉クラブは稀に半永久的に住居を購入して所有し続け、中には彼らの大元の全国組織からそうした行為を禁止されるクラブすらある。開催はメンバーからは集会所とも呼ばれる住居を所有した最初のフラタニティであり、 現在も建物はミシガン州アナーバーに位置している。また、ファイ・デルタ・シータは、渋宿舎を持った最初のフラタニティである。フラタニティ、ソロリティ宿舎は、通常建物の前面に、クラブのギリシア文字を掲げ、自身の団体を宣言する。宿舎の大きさにもよるが、家屋内には3から40部屋、またはそれ以上の寝室があるとされる。 大きな宿舎は大抵広い会議室や食堂、シェフのいる商業用キッチンや自習室が設けられている。また通常、完全に創始メンバーのみが入室を許されている部屋へ、つながる、ラウンジ及びそのような場所がある。フラタニティとソロリティはよくこうした、秘密の別室を所有しており、創始者のみが立ち入ることを許され、またそうした人物の存在は秘密とされ続けているとが、よくある。 住居内部の壁は過去に行われた支部のイベントの写真、獲得した賞やトロフィー、装飾用、または歴史的な回など過去のメンバーの写真を貼り付けて作った合成写真などで飾り付けられている。多くの大規模な大学ではこうしたクラブにとってその広さを満喫するための巨大なビクトリア朝用式の邸宅寮をキャンパスに構えることが伝統になっている。 最近では一部の大学の理事会がこうした豪勢な邸宅料を差し押さえまたは買い上げて学問的用途へ転校させるかもしくは取り壊して駐車場を追加することも視野に入れている。これにより邸宅は特別な目的のための利用ができなってしまうが大学側はキャンパス内での飲酒を抑制する一つの対抗措置であるとしてこうした行為を正当化している。 費用、責任、安定性の観点から、住宅は、通常同窓会やそのフラタニティ及びソロリティの全国組織から監督されている。結果としてそれは、メンバーに、異性同士で会場へ行くことや、個々の寝室の入室を禁じることになっている。しかし、こうしたクラブ宿舎の多くは、来客のために、来賓用寝室を用意している。他の宿舎では、 夜間外出禁止事項や門戸開放時間に方針を課していることも多い。さらに一部の全国組織はいつ何時においてもアルコールの使用を完全に規制及び禁止している場合もある。フラタニチとソロリティへの加入手順は一般に入会のブリッジ、制約とラッシュ、勧誘という二つの期間によく代表される。ラッシュという言葉は 大部分は、住居を探すためであるが、大学が始まると急いでフラタニティに加入しようと、必死になる生徒の歴史的な慣例から来ているもので、ある。新メンバーの募集は、形式的、非形式的を問わず行われる。監修的な、形式的募集の方法は、ラッシュ及び、ラッシュウィークという一定の期間がよく知られている。フラタニティとソロリティは、新入生、ラッシーズや、 ポテンシャルニューメンバーなどと呼ばれるを呼んで、自身のクラブ宿舎で行われるイベント、またはキャンパス内のどこか、へ、招き、クラブの現行のメンバーと合わせる。こうした儀礼的なラッシュウィークでは、公正さを守るために、各宿舎を訪れることのできる時間を設定するなどして、入会させることを検討している生徒との接触にある一定の制限を置いていることがある。 非形式的な募集の方法はその名が示す通り、あまり固い手順が組まれていない。新メンバーは各フラタニティのメンバーへ紹介され、友人との活動や日々の貧困を教えられる。多くの大学では、全社の形式的な勧誘期間を採用し、期間が終了しても、校舎の非形式的な募集方法を別している場合が、よくある。これらとは違って、延滞募集なる、募集方法もあり、 こちらは団体へ加入する以前に最低でも1、学期間の大学経験がなければ加入が認められないシステムである。学校の必要条件によって、生徒は最低成績基準や最低取得単位数など、勧誘を行うために、特定の学問的資格を満たす必要がある。一部の学校では、クラブのメンバー全員の累積平均成績があまりに低い場合に、 新メンバーの勧誘を1年間禁止されることもある。勧誘期間の終わりには、フラタニティやソロリティ入会の制約を交わさせるため選ばれた新メンバーをクラブ宿舎に招く。この招待が受け入れられれば、学生は晴れてクラブの正式メンバーとして入会が認められるまで、わずかな権限を与えられる期間でもある、入会制約者として認められる。 学生は一度に一つのフラタニティ及びソロリティへのみ入会の制約をして良いとされ、多くの学生はすでに他の団体への入会が認められている場合、二つ目の団体へ制約をしてはならないことでい味が一致してはいるものの、そうした行為は不可能ではない。大抵この制限は社交的フラタニティ、ソロリティにのみ当てはまり、他のクラブや後で職業、講師、 名誉上のフラタニティ、ソロリティのメンバーへ加入することを禁止してはいない。制約者への必要条件は各クラブ宿舎によって異なり、いくつかの宿舎では、この制約のシステムそのものを完全に取り払っている。しかし、共通の条件として通常を含まれるのは、制約者、または、新メンバーピンバッジの着用、そのクラブの歴史と組織の学習、社会奉仕活動への参加、 現行のメンバーに敬意を示す態度を保つ、などである。現在では珍しくなったが、数あるクラブの中には未だに、新メンバーへの洗礼と称してある、主の、新入生しごきのしきたりを未だに続けているところも、ある。こうした行為は、大学の内気及び多くの州法で、全国的に禁じられている。さらに全てのフラタニティは、団体の規律でこうした慣習を事実上を禁じている。 すべての必要条件を完了させるという点から、現行のメンバーは、この制約者機関を、新メンバーへの入会を認め、また正式なメンバー加入への手段として取り入れている。そのため、新しく入会が認められたメンバーは、支部の規範に恥じない行動をするよう求められる。また、クラブその他について学ぶことを、新メンバーに許可する、秘密の式典や神聖な儀式などが、 入会式には含まれている。入会制約は、クラブの一員として活動するまでの過程で、そのクラブと制約者が正しい選択をしたかを確かめる、一つの修練期間を設ける役割を果たす。ほぼすべての場合、入会制約が認められた後は、メンバーは、任期が切れるまでその団体の一員となる。クラブや他のメンバーに、多大なる先進を示す制約者たちは、 正式に入会が認められる一方で、ほとんど努力が見られず意見の不一致やたメンバーとの衝突があるものは入会の帰却を命じられる。一部のクラブ宿舎では安定したメンバーのレベルを保つため、またはその方針から正式メンバーになるためのプログラムを完了したもののみをクラブへ招き入れることがある。制約者機関には新加入する制約者が制約者名として ニックネームを与えられ、アメリカの大学のクラブでは、それが伝統になっている。この名前は、新加入生の聖約者期間直前に、多くはクラブの正式メンバーより選出される。この名前は、よくその聖約者の特徴やどういった興味を持っているかを反映したものが、多く、たびたび聖約者を傷つけるものになることがあるが、常にそうであるわけでもない。例を挙げれば、 野球をする学生は、スラッガーなどと名付けられたり、頭髪を剃っている学生は、毛髪のない男性キャラクターでおなじみの潜在に、ちなんで、ミスタークリーンなどとニックネームを付けられる。このニックネームが、オリエンテーション機関でもある制約者機関を通して、本当にその学生を連想させるものかという程度は、支部によって異なる。クラブ宿舎の中には制約者名が必ずその学生と、 結びつくものでなければならないと主張するものもあるが、他は、ただのニックネームとしてのみ扱い、時に、正式メンバーからその名前を忘れ去られ、期間中に、本名で呼ばれたままになる場合も多くある。制約者名には特定の系列を原点とするなど、制約者名の選定が、すでに確立している、ある種の題材や、必然的な継続性を意味していることがある。 こうした系統の名前はどんなものでもよく、数年前に遡った例としては、メンバー全員が、コメディ映画、アニマルハウスのキャラクターにちなんで名付けられるなどがある。1990年中頃から後半にかけて、こうした、ラッシュや、プレッチという言葉は、概して、リクルートメントや、ニューメンバーと、それぞれ置き換えられ始めた。しかし、フラタニティやソロリティの世界ではこの用語へのが、 遅く、古くから使われてきた言葉の使用が、クラブの間では極めて普通である。一部の学校や省庁では、新しい用語を使用する場合がある。クラブには、黒人系政党を筆頭とする9つのブラック、フラタニティ、またはソロリティ、ナショナルパンヘレニックカウンシル、NPHC が存在し、こうしたクラブに入会したいと絶望する学生は、制約の期間中、 入会を希望していることを隠さなければならない。そのことが明るみに出た場合は、クラブの入会を拒否されてしまう。このブラックフラタニティ、ソロリティの新メンバーは主に、プロベートと呼ばれる曝露ショーを行って明らかにされ、この間は全員マスクをしなければならない。プロベートショーの終わりに、新メンバーはマスクを取ることを許され、特定のクラブのメンバーであることを口頭で明かすので、 グラタニティには、新しく加入するクラブの学生に、入会の通過儀礼と称して、ヘイジングと呼ばれる、仕ごきが存在した事実があり、儀礼的嫌がらせ、酷使、危害を加えるなどが行われた。このような行為を行うにあたって、新入生である制約者は大抵無意味で、身体的にも、精神的にも辛く恥ずかしめられるような行為を耐え抜く、ことが要求される。 近年徐々に発展した平人軍に見られる多くの活動は正当なチーム構築の一つの手法として始まったものであり、いくつかの行為は未だにアメリカ軍でも実践されている。しかし彼ら軍において新入生への洗礼を行う本質は達成できない事柄をその個人に真摯に受け止めさせ、チームの価値ある財産となり、上就への忠義を誓わせるところにある。 このチーム育成の哲学は一連の核戦争が軍入隊前の学生たちを活性化していた時代にフラタニティで繰り返し利用された。しかしフラタニティがいじめを連想させるようになったため1800年中頃ベイツ大学などの小学校ではフラタニティの結成を禁じた。南北戦争後にはバージニア州軍事研修所で行われていたヘイジングに反対して アルファタウオメガが設立したシグマニューというフラタニティもあった。第一次世界大戦後、新入生死後機行為は広範囲に及び、戦争から帰還した兵士たちは再び大学へ入学して、新兵訓練基地で学んだ接官や手法を持ち込んだ。しかし、1960年代から1980年代に、かけ、ほとんどのクラブ、特に卒業生によって、 全国レベルまで管理が進んでいたものは完全な、ヘイジング禁止の方針を固めた。また、新入生死後期行為は、多くの大学のクラブ学生規約にも反し、アメリカ合衆国のほぼすべての州では、現在も、違法とされている。北アメリカフラタニティ総合委員会、前ナショナルフラタニティ互外委員会もそれら多くの、大学と同じく、クラブメンバーによる、反新入生死後期の徹底を命じた。 こうした経緯より1990年代以来、全国組織からの承諾及びクラブの洗礼儀式の指針の範囲以外で、各支部でのヘイジングは行われていない。もしそうした行為が見つかれば、支部設立許可の取り消しや、全国組織からメンバーを除籍されるなどの結果に終わるのが通常である。しかし、特にアメリカ南部にあるように大きなフラタニキでは、こうした死後期行為は依然として、 重要な役目を担っている。フラタニティとソロリティは、どの団体かわかるように、色や花など、多数のシンボルを有することがよくある。また、オープンモットーは、クラブの公式なモットーであり、そのクラブの独自の理想や基準を表現している。また、お互い異なった支部を区別するために、ギリシア文字も使用される。バージニア州ウィリアムズバーグにある、 ウィリアムメアリー大学で1776年12月5日に設立されたファイ・ベータカッパが北アメリカでキリシア文字を使用した最初の学生の秘密者クラブであると一般に知られている。伝説ではアメリカ合衆国第3代大統領トマス・ジェファーソンもその同窓生に数えるフラットハットクラブとして なおはせた学生クラブから入会を、まれた生徒により創設されたものとされている。FHC と短縮されるこのフラットハットクラブは、ウィリアムメアリー大学の6人の学生により、1750年11月11日に創設された。ファイ・ベータカッパは、FHC を前身としており、こうして、教育専門のキャンパスに設けられる。 ギリシア文字を使ったフラタニチとソロリティの系譜に、おいしそとなる栄養を授かったのである。ファイ・ベータカッパは、当時の大学で統制されていた古典教育では、扱うことのない議題への討論の場として組織されたもので、その類型から、文学、フラタニチと名称を与えられた。実際、多くの学生がギリシア語、ラテン語、ヘブライ語をよく知っているなど、 当時の教育がその名称の原因であり、ファイ、ベータ、カッパはそれぞれ難解なギリシア語の標語、フィローセフやビオ・クーバーネティス、知識への愛、人生の同標の頭文字である。その秘密性とギリシア文字の名称の選択に加え、後のギリシア文字を使用したクラブ団体を特徴づける、高度な理想、秘密の儀式や握手、メンバーバッジ、誓いなどの規則を導入した。最初の社交。 フラタニティは1824年にプリンストン大学で創立されたカイファイであったが、団体の原型は翌年に活動的ではなくなり、1850年代まで同クラブが再建されることはなかった。そのため最初に設立された社交、フラタニティは1825年11月26日にニューヨーク州スケネクタリにあるユニオン大学に設立された、 カッパアルファであると一般に考えられている。すでにこの時までに文学、フラタニティは人々の興味から外れていた。カッパアルファの創立者たちはファイ・ベータカッパの多くの習慣を採用したが仲間意識を基礎とし友情の発展を主な目的としてクラブを形成した。その後1827年3月にシグマファイが組織され続いてデルタファイが 同年11月に設立された。これら3つの社交クラブは3同盟、ユニオントライアドを構成している。シグマファイは1831年にハミルトン大学へ衛星支部を置いた際に最初の全国ナショナルフラタニティとなった。1831年、ハミルトン大学の学生であったサミュエル・イールズが既設立されていたフェニックスと フィロプティアンの二つの文学クラブから、エリスグリのメンバーを選び出し、翌年アルファ・デルタ・ファイを結成した。支部はすぐに他の大学にも開かれ、結果多くのライバル団体を生み出した。1839年に、オハイオ州オックスフォードのマイアミ大学で設立された、ベータ・シータ・パイは、アルファ・デルタ・パイの西支部設置認可に応じたものである。しかし以前からあった他のクラブと違って、 ベータシータパイは、支部の拡大を、主な基本理念の一つとした。このため、マイアミ大学に、同じく設立されたファイ・デルタシータ、1848年、創立やシグマ会、1855年創立はベータ、シータパイの新支部設立を焦点に置く手法を、見習った。これら三つのクラブは、マイアミ三同盟、マイアミトライアドを構成した。1870年には、 カリフォルニア大学バークレー校にも支部を置き、同クラブは最初の領海岸にあるフラタニティとなった。さらに1879年にはカナダトロント大学にも支部を置いてカナダで結成された初のフラタニティとなった。クラブの成長は南北戦争で阻害されたにもかかわらず、体制は19世紀から20世紀にかけて驚くべき成長を経たのである。 南北戦争後に設立されたすべてのクラブは、このマイアミトライアドの構成を引き継いでいる。アルファ・パイ・アルファは一般に、1906年、ニューヨーク州ザカにある、コーネル大学に、アフリカ系の祖先を持つ、男子学生のための支部を置いた、最初の大学間のフラタニティと知られる。他に、パイ・ヨータ・アルファは1931年に、同じく、ニューヨーク州のトロイにある、 レンスラー工科大学にて、ラテン系の祖先を持つ、男子学生のための支部を開いた、最初の大学間フラタニティレアと認められている。女子学生の団体も同時に、組織されていた、ジョージア州、メーコンのウェスレーアン大学で1851年に、設立された、アデルフィアン女子クラブは、大学の女子学生のために設けられた、最初の秘密結社クラブである。続いて、 フィロマシアン女子クラブ、ペンシルベニア大学にも同盟の団体があるが、無関係であるが1852年に同大学で創設され、I.C. ソロシスという団体もイリノイ州、モンマスにあるモンマス大学で1867年に設立された。しかし、これらのクラブはかなり後になるまで名称にギリシア文字を使用せず、それぞれ語にアルファ、ルタパイ、ファイ、ミュウ、 パイベータファイとなる、よって1870年1月創立のカッパアルファ、シータと同年10月創立のカッパカッパガンマがギリシア文字を使用した最初の女社交クラブである。ソロリキという用語はこの時まだ使用されておらず、初期のクラブは女子フラタニティや女性のためのフラタニティ、などとして設立された。最初にソロリキという言葉が採用された国営クラブは、 ニューヨーク州シラキューズにあるシラキューズ大学で1874年に設置されたガンマファイベータであった。さらに1908年にワシントン DC のハワード大学で創設されたアルファ、カッパアルファは黒人系女子学生のためのソロリティを組織した。フラタニティは長い間アメリカ合衆国の教育システムと結びついているものと考えられ、これまでメンバーの多くは アメリカ社会における数々の分野で成功を収めている。顕著なものに、1844年にイエール大学で設立されたデルタカッパイプシロンの歴代のメンバーからは、数多くの政財界の著名人が輩出されており、同クラブ出身のアメリカ合衆国大統領は実に、なお数える。イリノイ大学は、現在世界最大の社交クラブ学生数を誇る。 同大学には、全45のフラタニティと20のソロリティが存在し、およそ3万人いる学生のうち、約2900人がソロリティのメンバーであり、約3100人がフラタニティのメンバーである。これらのクラブ宿舎は、歴史遺産登録制度、ナショナルレジスター・オブ・ヒストリック・プラセスへ出願中である。アメリカ合衆国内では、当初高校におけるフラタニティ、または、 ソロリティが大学のものと同じく人気があったが、二十世紀が始まって十、数年のうちに多くは、結成が禁止され、今日では、高校でのクラブがかなり珍しくなった。カリフォルニア州、ロングビーチは、未だに、市内ほとんどの高校が最低でも一つのフラタニティ、およびソロリティを有する都市の一つである。これらは、大学のクラブに相当するものとして、形作られただけでなく、 それぞれの支部は全国規模団体に連帯する大学間のクラブ支部として数えられた。フラタニティとソロリティは世間一般の文化の中で肯定的にも否定的にも描かれてきている。大抵は喜劇で広範囲にわたって描写され、それが否定的なステレオタイプを蔓延させてきた。喜劇でフラタニティの最も有名な描写はアニマルハウスでダートマス大学のアルファ。 デルタ同窓生である出演のジョンベリュー氏と協著者のそしてゼータベータタウンのセントルイスワシントン大学支部出身であるハロルド・ライミスが作品に携わっている作品の中でデルタ・フラタニティは肯定的に描かれているにもかかわらフラタニティに会議的な人々からはよくクラブ内で酒盛りをしてバカ騒ぎをする危険性があると説明する際引き合いに出される コメディ映画、ナーズの復讐シリーズでは、落ちこぼれな生徒たちが、他のフラタニティから入会を拒絶され、バカにされた後、自分たちでフラタニティを作ってしまう。ラムダ、ラムダラムという滑稽な風彩を描いている。また映画、ドラムラインでは、誉れ高きマーチングバンドのフラタニティ、カッパカッパ祭の中で制約者への洗礼儀式を描写したシーンがあった。 シーン内で描かれた儀式は正式のものではない。人種差別問題を作品に織り込む映画監督スパイクリーは1988年のスクールデイズの中で黒人公を舞台に白人的社会の象徴としてのフラタニティを登場させ白人に同化しようとする学生と黒人としてのアイデンティティに交錬する学生間の対立を通して同じ人種内に存在する 人種差別を引き劇として描いた。さらに最近では映画、オールドスクールが異なった種類のフラタニティを描いている。俳優ルーク・ウィルソン、ビンス・ボーン、ウィリ・フェレルの3人が30歳代の友人グループ役、出演し、大学時代を再び体験しようと大学外のフラタニティ宿舎へ引っ越して、大学生からブルーという名の80歳の老人までを、 メンバーとして募集し始めるストーリー。映画は、ヘイジングや飲酒、パーティー。映画では、宿舎でスヌープドックのコンサートが行われた。そして女の子に焦点を当て、大学フラタニティ生活を面白おかしく模倣している。現実の世界では、フラタニティライフとソロリティライフの2つの MTV テレビ番組が、実際のクラブ学生の生活を明らかにする意図で、放送された。 両番組ともに長くは続かなかったものの番組内ではフラタニティとソロリティの肯定的否定的な描写が含まれ各シリーズには視聴者から様々な反応が寄せられたが放送が打ち切られるまで2シーズンしか続かなかった全国地方クラブの中には支部が番組の出演者をどのように決めるかに注視した議論が行われたものもあった 主にメンバーが同性で構成されるため、クラブ団体、特にフラタニティとそのメンバーは喜劇において、時に同性愛者であると描かれることがある。皮肉にも、フラタニティとソロリティ内の同性愛者はその成功や態度が原因で伝統的に差別を受けてきた。SF ドラマである、スタートレックでも、宇宙艦隊アカデミーのエリート集団として、レッドスクワットが存在する。 フラタニティ、ソロリティともに数多くのグループに分類され、どのクラブ団体も多数の分類へ分かれる。こうした分類分けには以下のようなものが含まれる。以下は翻訳元である英語版の出典項目である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。